さてさて、今回のアルチャンネルは札幌オリンピックで変わったこと、地下鉄できたし高速もできた、札幌新道って高速の延長だったよ。そして街中も地下街ができたし、市役所も建て替えしたよね。まこまない、学校はオリンピックの時はいろんな施設だったよね。100年記念塔、現在の姿と展望台への階段、今回もよろしくね。それでは行ってみよう。今日はオリンピックと100年記念塔だよ。今日は2022年10月2日。ここは五輪大橋です。この橋は昭和44年に開通したけど、当時は北の沢大橋と呼ばれていたよ。五輪大橋となったのは昭和45年。後ろにアイスアリーナ見えますよ。まだ街路樹が成長してなかったんですね。アジアで初めての冬季オリンピック。札幌にとってはリベンジのオリンピックだったよね。昭和15年の冬季オリンピックは札幌開催の予定でした。当時オリンピックは夏冬同じ年に開催してたよ。また当時は夏季オリンピックの開催国が冬季オリンピックの開催地の優先権があったよ。昭和15年の夏季オリンピックはどこだったんだい？それはなんと東京でしたよ。しかしこの2つのオリンピックは戦争で中止になるよ。終戦を迎え東京でオリンピックが開かれると札幌リベンジの機運が高まるよ。でも昭和43年のオリンピックは立候補したけど落選しちゃったよ。しかし諦めなかった札幌は次のオリンピックにも立候補。昭和41年の IOC 総会で過半数の得票を得て昭和47年オリンピックが札幌に決定するよ。決定の瞬間、札幌市役所には開催決定の垂れ幕がかけられたよ。市内のあちらこちらでも開催決定を祝って盛り上がったよ。オリンピック開催決定のパレードまで行われたよね。当時の札幌がいかにオリンピックを待ち望んでいたかわかるよね。後ろに映ってるのは道銀本店ですね。あ、そっか。昔は道銀の隣は北海タイムスだったよね。今じゃ見ることもない花電車も走ったよね。こんなイベントは次の機会でぜひ復活してもらいたいよね。そして当時の札幌はイケイケだったよ。あちらこちらでビルの建設ラッシュだったよ。高度経済成長の時代から北海道の経済の中心は札幌になりました。そしてこの頃炭鉱の閉山も続いていたよ。なので小樽の商人や空知地方の炭鉱離職者がどんどん札幌にやってきたよ。昭和45年、札幌の人口は100万人を超え、昭和47年に政令指定都市になったよ。オリンピック開催に向けてインフラ整備も進んだよ。まずは地下鉄建設だよね。札幌駅の前もこんな感じになってたよ。豪雪地帯の札幌で冬に安定した輸送を確保するには必要だったよ。当時札幌の交通は市電が中心でした。しかしオリンピックに向けて安定した輸送には疑問符でした。札幌市は地下鉄建設を決定。補助金申請に大蔵省へ向かいました。しかし当時の大蔵省は懐疑的で、担当官は札幌は熊が出る田舎だが地下鉄作るのか的なことを言われたよ。当時の交通局長大東豊も負けずに、熊でも前後さえ払えば乗せますよと応戦したよ。よく札幌が小馬鹿にされたエピソードとして紹介されますが、当時札幌より大きな町でも地下鉄がなかった時代、札幌の計画はある意味無謀でした。札幌市もうすうすそのあたりは気づいていて、建設費抑制のため郊外では地上に通そうと雪対策実験をしていたよ。バスを改造した試験車をさらに改造して除雪車作ったりもしていたよ。昔の市営バスの塗装懐かしいね。こちらは試験車春ニレですが、別の写真を見ると排雪板がついていますね。いろいろ苦戦した雪対策だったけど、
結論はどうなったのかな。ご存知の通り、シェルターで覆っちゃいましたよ。こちらの写真、場所は不明なんですが、奥に開いた穴の先は外なんで工事中ってわかりますね。車両が入ると地下鉄って感じが増しますね。こちらは2両編成なんで線型ですね。このフォルムの地下鉄ほんと懐かしいな。昭和46年12月16日、オリンピック開催のちょっと前に地下鉄南北線が開通したよ。開通式は大通り駅で行われたよ。この時開業したのは北24条から真駒内まででした。開業初日はみんな地下鉄に乗りたくて駅に殺到してたね。実は開業前の試運転の時、すごい方が乗車されてますよ。当時の皇太子殿下と妃殿下です。2月のプレオリンピック、札幌国際冬季スポーツ大会時に乗車されたよ。オリンピックで整備されたインフラは地下鉄だけじゃないですよ。サッソンバイパスです。オリンピック直前の昭和46年12月に開通した時は、サッソンバイパスと呼ばれていたよ。サッソン自動車道として高速道路になったのは昭和48年のことだよ。札幌と小樽の間は地形的にとても工事が難しく、オリンピックに間に合わせるために暫定2車線で開通したよ。例えば現在のゼミ箱付近を見てみると、高速はここ、国道はここ、 JR はここだよね。ただ昔は随分違ってたんですよ。昔の地図に高速ないのはわかるけど、国道はどこにあるのかな。昔の国道はここです。ゼニバコ駅前を通って、鉄道と同じく海岸沿いを通っていたよ。この辺りは海岸線ギリギリまで山が迫っているよね。海と山の狭いところに鉄道と国道が通っていたよ。明治後期ロシアの脅威を感じていた軍部は山の中に道を作ったよ。この軍事道路を基礎として昭和9年に現在の国道5号が整備されたよ。つまりこの辺りに道を作るのはとても大変なことだったんですね。当時サッソンバイパスは今の札幌西インターまででした。西インターのところで国道5号は札幌新道へ曲がってるよね。どうしてこうなってるのかな。お察しの通り、昔の国道5号は直進していたよ。現在のサッソン自動車道をサッソンバイパスができた時、同時に札幌新道も整備されたんだよ。新道から高速へはスムーズにつながっているね。当時の札幌の道路事情は貧弱でした。市内至る所で渋滞が発生していたよ。これじゃオリンピック輸送ができないぞってことで、道路整備を一気にやったよ。その規模は当時の金額で500億円。散らばってたオリンピック会場へのアクセス道路を整備したよ。札幌新道とサッソンバイパスは手稲のスキー会場へのアクセス道路だよ。道路整備はオリンピックだけじゃなくて、将来の札幌のことも考えて整備されたよ。完成した札幌新道はこんな感じだったね。札幌西インターから札幌ジャンクション間が開通する平成4年まではこんな感じだったよね。こちらはハッサム高架橋かな。高速道路用に空いている土地で子供が遊んでますね。今じゃ考えられないのどかな風景ですね。ここまではオリンピックで変わった交通事情を見てきたよ。街の生活も随分変わったよね。街中にできたのは札幌地下街。札幌地下街ができたのは昭和46年。こちらはオープン4日前、当時のミス札幌が歩いて盛り上げてるね。そういえば当時は灰皿が設置されててタバコが吸えたよね。オリンピックの道路整備で駅前通りが拡幅されることになったよ。たぬき工事商店街は駅前通りの信号が渡りにくくなるから地下通路を作ろうと発案したよ。この発案が地下街構想に発展することになったよ。なんせイケイケの当時、地下街構想は駅前通り地下に加えて大通り公園地下にも作ることになったよ。大通り公園地下には地下駐車場も整備することになったよ。
大通公園にがっつり穴を掘って大胆に工事が進んだよ。話がまとまったのはオリンピックの約2年前。ってなわけで、たった1年半で地下街を作ったよ。ちなみに札幌初の地下街は昭和27年にオープンしたステーションデパートでしたよ。ただ広い通路に独立した店舗が並ぶ形式は初めてで都会感増したよね。オープンの前日には記念パーティーが催されたよ。最近は地元資本の店舗は減ったけど、どんな天気でも快適な地下街は今もありがたいよね。もう一つ中心街で変わったものを紹介するよ。札幌市役所ですよ。市役所は昭和46年に総工費40億円かけて建てられたよ。以前の市役所旧庁舎はこちらです。これがどこにあったか覚えてますか？それではヒントの画像を見てみましょうね。こちらは昭和36年の市役所前の様子だよ。おいおい、さすがにこれじゃわからないよ。やっぱりね。じゃあこちらではどうですか？こちらは昭和29年の市役所屋上からの風景です。さらにヒント、ここの通りは北一条通りですよ。隣にある建物、特徴的な半円型の階段してますね。この建物は中央警察署ですね。市役所旧庁舎は北一条西4丁目、今のグランドホテル新館のところにあったよ。正面入り口には立派な車寄せがあったよね。中に入ると案内板と案内所がありましたね。窓口の様子はこんな感じ。通路に椅子が並べられてて、とにかく狭かったよね。現在市役所が建ってるところには中央創生小学校がありました。あれ、大通公園が途切れているぞ。そうだったんだよね。大通公園は西3丁目からで、小学校の隣にあったのは札幌郵便局とバスセンターだよ。バスセンターは昭和50年に今のところに移るまで大通り1、2丁目にあったよ。屋外だったし、風がよく通るから冬場はとっても寒かったよね。そして超絶立派だったのが札幌郵便局。ネットや携帯どころか固定電話も普及してなかった昔、電信局も兼ねていた郵便局は国家的巨大通信インフラだったよ。現在もここに NTT や郵便局があるのは昔の名残だね。昭和40年、中央創生小学校は西創生小学校と統合することになり、空き校舎になったよ。札幌郵便局は札幌中央郵便局に改称され、昭和36年に北四条に移転することになったよ。郵便局が取り壊されると都心の一等地がぽっかり空いたよ。政令指定都市になることになった札幌。昭和46年に完成した市役所で無事オリンピックを迎えたよ。19階建て、高さ約85メートルの庁舎は当時札幌で一番高いビルだったよ。さっきから気になってたんだけど、まこまないはどうした？今まではオリンピックで札幌の街がどう変わったかを見てきたね。もちろんこのまこまない駅もオリンピック輸送を目的に作られたよ。しかしどうしてまこまないがオリンピックのメイン会場になったのかな？現在、まこまない駅は南のターミナルとしてたくさんの人に利用されてるね。まこまないの団地はオリンピックの選手村だったのはみんな知ってるよね。まこまない中学校の隣、東高スターの裏にあったまこまない緑小学校。この学校がオリンピックの時何に使われていたかというと、サービスセンターでした。サービスセンターは選手たちの息抜き施設。ビリヤード場やゲームセンターなんかが入っていたよ。そして外国人選手に日本文化に触れてもらう目的で、茶室での茶道体験や日本人形を作る教室、生け花を教えたりもしていたよ。アイスアリーナが見えてきたね。まこまない公園にはオリンピック施設の屋外競技場や屋内競技場があるよね。右手のまこまないあけぼの中学校は大会運営事務局だったよね。
今では樹木に覆われた公園だけど、昔はどうかな。そうそう、公園が作られた時は妙にすっきりしていたよ。今の緑豊かな感じは50年の歳月によるものですね。オリンピックの時のアイスアリーナの様子を見てもやっぱりすっきりしているよね。こちらは屋外競技場、開会式の様子だよ。開会式で聖火リレーがスケートだったのを覚えてるよね。当時来た高1年生だった彼女はその後筑波大学に進学し、埼玉県で体育教師になったよ。最終走者は旭ヶ丘高校1年生の男子生徒。階段を駆け上った彼も筑波大学に進学し、その後札幌市役所に就職したよ。一般的にはレジェンド的な人が選ばれる最終走者。でも札幌オリンピックでは未来輝く若者が選ばれたよ。こちらは大会運営事務局です。後ろにアイスアリーナ見えてますね。現在はまこまないあけぼの中学校となってて、こちらは現役の中学校だよ。ところでまこまないといえば自衛隊だよね。まこまないがオリンピックメイン会場になった理由がここにあるよ。平和の祭典と自衛隊、どんな関係があるの？そもそもまこまないがどんなところだったのか見てみましょうね。こちらは昭和5年のまこまないです。明治9年、開拓使が開いた牧牛場で親と外国人糸員団が酪農を指導して以来、まこまない育種場は北海道の畜産に大きく貢献したよ。昭和11年、陸軍特別大演習の時に昭和天皇が訪れるくらい重要施設だったよ。戦後、進駐軍がまこまない一帯を接収してキャンプクロフォードを設置するよ。まこまないはアメリカ軍の基地になってたんですね。朝鮮戦争停戦の翌年の昭和29年、一部が返還され自衛隊が駐屯するよ。昭和33年、キャンプが完全に返還されると宅地開発が始まるよ。なるほどね、まこまないには宅地開発をしたかった広大な土地があったんですね。オリンピックって国家事業を利用してインフラ整備が進んだね。まこまない本町に来ました。駅前でもないのにここには商店が集まってるよね。どうしてかな。まこまない本町付近ですよ。この辺りは幹線道路が集まっているよね。昔の地図を見てみると育種場がありますね。そして本町付近にはすでに町がありますよ。そしてここに都線がありますね。この頃現在の石山通りは貧弱だったので、採石した石を都線で運び、まこまないから札幌へ運んだんですよ。戦後すぐの写真ではキャンプクロフォードがあるけど、本町付近だけ町があるよね。少々寂しく感じる本町の商店街、昔はどうかな。そうそう、この交差点には大きな歩道橋あったよね。そして交差点で目立っていたのはこちら、パーラーまこまないとまこまないボールです。まこまないがイケイケだった昭和46年にオープンしたまこまないボール、9レーンあったかな。コンパクトなボーリング場だったよね。でもパーラーまこまないと同じく平成27年に閉店しちゃったね。あともう一つ忘れられないお店がチャングンです。プラザビルの1階にあったよね。抜群の存在感がある店構えだったよね。店内の雰囲気は至って普通なんだけど、出されたお肉がすごくうまかったと記憶してるよ。中の人が引っ越してしばらくご無沙汰していたらいつの間にか閉店してたよ。さてさて、焼肉に思いを馳せながら次の目的地に来たよ。さてここはどこでしょう。特徴的なフォルムだからすぐにわかるよね。北海道100年記念塔です。北海道街道100年を記念して昭和45年に完成したよ。札幌オリンピックは札幌会期100年、記念塔は街道100年、共に1世紀のメモリアルだったよね。圧倒的な存在感は他に類を見ない記念塔だよね。子供の頃、写生会とかで来た人も多いよね。
まっすぐ流れている水路をきれいだと記憶しているよ。ただ現在は残念ながら水路は枯れているよ。もう昔のような感動は味わえないね。ここに入って遊んですごく怒られたことあるよ。まあ時効なので許してくださいね。塔の周りの池にも今は水がありません。高さ100メートルの塔は立派に立っているように見えますよ。ただよく見ると腐食が進んでいますね。昔はここから中に入ることができたけど、今は立ち入り禁止ですよ。この展望台まで登ることができたよね。鉄板の継ぎ目が腐食してると見るだけでわかりますね。この記念塔の総工費は5億円。その半分は道民の寄付で作られたよ。設計は公募され、黒川紀章など有名建築家も応募したけど、採用されたのは地元の建築家の案だったよ。塔の断面は北の文字を表し、基部の六角形は雪を表しているよ。やっぱりインパクトが半端ない塔だよね。子供の頃は連れてきてもらって記念塔に登った後、地下に行くのが楽しみだったよね。地下に何があったか覚えていますか？階段を降りたところにあったのは飲食コーナーでした。アメリカンドッグとか買ってもらって嬉しかったよね。でも現在売店は閉鎖されてしまっているよ。この奥が厨房だったのかな。とっても寂しいですね。記念塔の入り口には開拓のレリーフが飾られています。展望台は8階で、以前はエレベーターがありましたね。階段の壁はルーバーになっていて風がよく通りますよ。展望台からの眺めは絶景でしたね。階数表示が時代を感じさせますね。たくさんの思い出をくれた100年記念塔ですが、老朽化が著しいのは現実です。北海道は解体の方針を決定しました。改めて行くことは少なかった100年記念塔ですが、普段の生活で見ることは多かった記念塔、江別に住んでると何気なく目に入りますからね。一つの時代が終わったなと思いますね。さて今回は札幌オリンピックと100年記念塔をテーマにしてみましたよ。約半世紀前、札幌は激変していましたね。でもとっても元気があったなって思いました。50年経って生活は便利になったけど、豊かになったのかと聞かれるとどうですか？50年後は元気でありたいですね。皆様からのコメントを楽しみに読んでいます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画はご覧の方々のご支援で作られています。スパチャなど本当にありがとうございます。